すせ塾は、三河国八名軍すせにあった宿場。明和元年に、江戸幕府の道中武教により、東海道に付属する街道の一つである本坂2の宿場とされた。三河吉田藩領にあった。すせ塾は、浜名湖北岸の三日日塾から西へ向かい、古西連邦の本坂峠を越えたところの、国道362号と、並行した北側の旧道沿いに位置している。 ブラクの生端に61.97メートルの水準表があり、ブラクの海抜は70メートル前後で、本坂峠までは250メートル以上の上り道になっている。須瀬塾から西へ向かうと、和田辻に至り、和田辻から西へ進めば、小湯塾、南へ進めば、牛川地区を通る朝倉川を渡って、吉田塾である。須は、年の、 東海道巡覧では、吹き瀬の字が当てられており、1907年の大日本地名辞書では、すせまた、かさに作るとされている。本坂通と東海道法営4年の法営地震で、地震と津波の被害により、東海道の浜名湖の今切れの私が通行できなくなり、大名行列などが本、坂道を通るようになった。人罰技術の急増のため、すせの民衆は領主である。 吉田藩へ通行の差し止めを願い出た。また、江戸幕府の道中奉行所にも同様な訴えを行った。幕府は訴えを受け、本坂2の通行を禁じた。しかし、浜名湖今切れの水上の通過を嫌う旅人は、本坂越えをやめなかった。したがって、幕府は本坂街道の通行を追認せざるを得なかった。明和元年、幕府の道中奉行所は、篠宿、木賀塾、 三日日塾とともに、すせ塾を正式に、宿場と認めた。これ以降は、大名行列が通行すると正式に陣馬の継ぎ立を行うようになった。江戸幕府が宿場として指定した後も、すせ塾の規模は小さなものだった。天保十四年の本坂通宿村大外長によると、すせ塾は、人数五百八十人、焼数百三十0件、本陣一件、脇本陣。 は子なしという規模で、本人といえども名主の屋敷を兼用したもので、問屋場は定まったところはないため、重要な通行のある場合のみ農家を問屋場として使用していたとされている。その後、幕末には本人の他に11軒のは子があったとされている。ありがとうございます。